ルノー RE50 は、ルノースポールが1984年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。フェラーリから移籍したパトリック・タンベイとトールマンでの3シーズンを過ごしたデレック・ワーウィックがドライブした。2位が3回と3位が2回という成績であったが、1978年の RS01 以来ファクトリーチームが初めて一勝も上げられないシーズンとなった。 RE50 はフェラーリで2勝の経験がある。タンベ米と実力を持つアーウィックが毎シーズンプロストが4勝を挙げた RE40 の発展系をドライブするということで期待された。果たして車は速かったもののいくつかの問題を抱えチームもドライバーもそれを克服できなかった。ルノー EF4 エンジンは八百 b h p を発揮したがドライバーが二三位に挑戦するには 燃料消費が多すぎた。この問題は、ルノーエンジンを使用するロータス 95T といった、他の車と同じ問題であった。1984年の F1 マシンは、燃料搭載量が220リッターに制限され、再給油も禁止されていたため、ルノーは、新たな燃料モニタリング装置を搭載したにも、かかわらず、この問題を克服することはできなかった。 もう一つの大きな問題は、従来のアルミニウムよりも強度が高いカーボンファイバーで、作られていたにもかかわらず、モノコックが壊れやすかったということであった。この脆弱性によりワーウィックは、ディジョンとモナコでのクラッシュで足を負傷し、タンベイは、モナコの第一コーナーでクラッシュしたワーウィック車に突っ込み、左足を負傷した。 両名ともカーボン製のモノコックを突き抜けたサスペンションアームによって足を負傷することとなった。タンベイとワーウィックが獲得した34ポイントで、ルノーはコンストラクターズランキング5位となった。ワーウィックは23ポイント、タンベイは11ポイントを獲得し、両名ともファステストラップを1回獲得している。タンベイはフランスで84年シーズンチームにとって、 唯一のポールポジションを獲得した。彼はこのレースでトップを48周走行し、マクラーレンのニキラウダに次ぐ2位を獲得した。これはまた、第1期、ルノーのターボエンジンにとって、最後のポールポジションであった。1985年に、チームは RE50 に変えて、RE60 を投入した。ありがとうございます。